はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第201回でございます。今回は夏休み前にやっておくことというテーマで喋ります。で、あとね、ハイチからの宿題っていうのと生放送ありがとうございましたっていうお礼ですね。で、まずちょっとお礼から言っちゃっていいですか。あの、先週の第200回初めてね、 YouTube ライブで生放送をさせてもらいました。あの、来ていただいた方とか、あとアーカイブをね、見ていただいた方、皆さんありがとうございます。こう、ほんとね、思った以上にコメントをいただけて、全く拾えず、あとは、カクカク止まったりとか、いろんなアクシデントもありましたけど、自分的にもすごく楽しかったですし、あ、すげえ緊張したけどね。すごい緊張したけど、でも楽しかったし、まあ、来ていただいた方も楽しかったですって言ってもらえたので、あの、本当に良かったです。あの、皆さんのおかげでね、ああいう、まあ、あったかい放送が、になったので、本当にありがとうございました。ただしばらくいいや。本当に緊張したからね。ただね、今、リクエストをずっといただいているものがあって、なんつうんだろう。YouTube ライブで、生放送でこう、自分がね、勉強するやつ、一緒に勉強しようシリーズがありますけど、あれを生放送でやってくれませんかっていうのは、すごい今言われてて、まあ、結構前からずっと言われてて、で、それは、いつかやろうと思ってます。で、いつかっていう表現をしたのは、うち4歳と1歳の息子がいるんですけど、下の子がね、まだちょっと夜泣きが終わらなくって、上のお兄ちゃんね、もう今1歳2ヶ月なんだけど、下の子。1歳2ヶ月の時ね、上のお兄ちゃんも終わってたんだけど、下の子ちょっと夜泣きがまだひどいというか、絶対起きてしまうのね。で、放送中に起きちゃって、あ、ごめん、ちょっと切るわ、っていうのをあんまりしたくないんです。その、勉強しように関しては。だから、下の子がちょっと、ちゃんとね、夜寝れるようになったら、夜泣きをね、しなくなってきたら、やろうと思っておりますので、そこに関してはちょっとお待ちください。いずれやるからね、必ずね。じゃあ本編行きましょう。で、今日は7月の9日ですね。いつも、月の頭の時にはその月のポイントみたいなのを喋るんですけど、まあ、先週生放送だったんで、ね、ちょっと一周遅れましたが、で、夏休みが始まります。あと2週間ぐらいかな、まあ、10日ぐらいかで始まりますけど、まあ、もちろん受験生の方、まあ、受験はね、夏休みを制する者は受験を制すなんて言葉もあるように、受験生にとっては夏休みが勝負です。これは本当に勝負だから。いい？で、あと、1年生、2年生とか、まあ、受験が関係ない、小学生とかもそうですけど、に関しては、まあ、基本的には宿題を忘れればいいかな、ぐらいだと思うんですよ。ただ、プラスアルファでね、例えば苦手なところを復習したいな、とかって思う子もいると思うので、そんな方向けに、まず、夏休み前にやっておくことを今回伝えます。で、それプラスちょっと宿題があるので、まあ、は？って思う方もいるかもしれないけど、まあ、聞いてやってください。で、今回ちょっとシンプルにお伝えします。夏休み前にやっておくこと、ただ一つです。いや、本当はいっぱいあるけど、ただ一つって言っておく。何かっていうと、夏休み終わった時、地域によって違うけど、まあ、基本的に8月31日に終わるってことにして、もっと違うの分かってんだけど、8月31日、夏休み終わる日までに、どうなってたいかっていうのをまず決めてください。で、これが宿題なんだけど、俺の今回の。決める。夏休み終わった時に自分がどうなってたいか。まあ、ざっくりな質問だよ。どうなってたいっていう。で、どうなってたいって何？って思うかもしれないんで、これを具体的なものに落とします。例えば、成績をこうなってたいってしたいけど、それはさ、夏休み終わった時にテストがなければ測れないよね。だからそれだと難しいと思うので、例えば、この問題集、いい？まあ、受験生だったらこの問題集、この参考書、まあ、自分の動画でも構わないです。それをどこまで終わらせる、どこまでを何回終わらせるっていうのを決めてください。これは必ず夏休み前に決めることです。入ってから決めるんじゃないの。夏休み終わった時にどうなってたいかっていうのをまず決める。いいね。どうなってたいっていうのはどこまで終わすかとかそういう話ね。で、もちろんそのね、受験関係なくって宿題終わせればいいやっていう子なんかは、いつまでに宿題終わすっていうのを決めてください。いい？何月何日？いや、最後まで粘るなよ。早めに終わらそうぜ、宿題は。ね。早めに終わって、いつまでに終わらせと決める。で、宿題がまだ発表されてないかもしれないんだけど、発表されたものから、この宿題はこの日まで。この宿題はこの日までって決めれると、なおよし。さらにいいね、そっちの方がね。めんどくさいのほど、めんどくさいものほど先に終わそう。うん。いいかな。それをぜひ決めてください。なんでこれを今回宿題として言ったかというと、今週ですね、今週って言い方でいいのかな？ 7 月の14日の金曜日までに、最近自分顔出しでいろいろ話す動画を投稿してるんですけど、それを使ってというか、顔出しで夏休みの計画の立て方っていうのを必ず投稿します。14日までに。
で、それを見てもらうためには、それをまあ有意義に、さらにね、いいものとか、なんだろう、プラスで見てもらうために、その宿題をやっててほしいの。夏休み終わった時までに、これを終わらせておきたい。これを終わらせるぞ。じゃあ、そっから逆算して、こうやって計画を立てようっていう話をしたいので、ぜひ、そのね、その夏休み終わった時に、どこまで何を終わしておきたいのかっていうのを決めてください。その目安っていうのは、その個々の人、ね、A 君なら B、A 君なら A 君、B 君なら B 君、C さんなら C さんによって違うので、ここで一概には言えないです。ね、その子によって何点あげたい、偏差値がいくつ足りない、状況が違うからさ、そこはちょっと個々にアドバイスはできないんだけど、ひとまず周りの人のアドバイスとかを聞きながら、ここまでやろうというのを決める。いいね。それをぜひよろしくお願いします。なんでこの話をするかっていうと、これ、ね、普段の勉強もそうなんですけど、例えばさ、一日、まあ、今学校あるじゃないですか。で、学校終わって帰ってきて、まあ部活があったりすると遅くなるでしょ？帰ってきてからさ、みんなも勉強しなきゃとは思うわけじゃん。でも寝ちゃったり、疲れて寝ちゃったり、テレビ見ちゃったりとか、うわ、勉強しなかったわって日もあると思うんだけど、みんな大体の子がね、はい、帰ってきて、勉強する時間になって、あ、じゃあ勉強すっかー、椅子に座りました、机、バーン、何するかなってなるんだよね。そう、何しようっていう。で、これの癖をやめてほしくって、これほとんどの方でもこうなってるんだけど、基本的には学校で授業を受けてる時に今日夜復習するものを決めるの。いい？学校で家帰ってから机に座ってからやるものを決めるんではなくって、もう学校で決めてしまう。前に決める。計画を立ててしまうの、その日の。で、これを習慣づけておく。これ特に1年生、2年生なんて特にそうなんだけど、これを日々、習慣づけておくと、こうやって、いざ勉強しなきゃいけない。受験生の夏休みみたいな時に、前もって計画を立てるっていう力がもう、先にも培ってるから、かなり生きてくる、この辺で。で、その力は、高校に入ってから、まあ、大学入って、進学してからね、社会に出てからも、有効に使えるから、その力は。いいね。だから、ぜひ、特に学校で授業受けてる時なんかは、やっべ、これわかんねえわって思う時わかるじゃん。その時思ってんだから。でも、人って不思議なもんで、10分、20分経ったら、なんだっけ、今日の数学なんかわかんなかったよねになっちゃうんだよ。さっきまではこの問題わかんなかったって言えてたのに、時間経ったらもう全体的に漠然としちゃうの。だからそうなる前に、ピンポイントでわかるうちにちゃんと復習というか決めてしまう。今日帰ったらこれはできるようにしよう、みたいな。で、それを最初やるじゃん。やると、あれもこれもってなっちゃうと、結局帰ってから時間足んなくて、うわ、できねえじゃんって、なるんだけど、それがだんだん、自分はだいたい帰ったらこのぐらいの時間しかできないなって、じゃあ、今日はこの3問で無理だな、これ限界だなと、これ以上欲張っちゃダメだみたいな、決めることもできるんで、最初はうまく噛み合わなくても、だんだん噛み合ってくるから、自分の感覚と。なのでね、それを、特に1年生、2年生、中1、中2、高1、高2の方なんかは意識してほしい。その日勉強するものは学校で決めるっていうね。だから、金曜とかは大事なの。土日勉強するものも決めた方がいい、学校で。できればね。そう、と思ってる。で、受験生に関しては、まあ、受験生じゃなくてもそうだけど、夏休みの計画の立て方とか、勉強のね、進め方っていう動画を撮りますので、そのためにも、夏休み終わった時までに、こうなってたいっていうのをね、ぜひ決めておいてください。では、今回は、ハイチのダラダラジオ、第100じゃない。癖だね、ごめん。第201回だ。夏休み前にやっておくことというテーマで喋らせてもらいました。ぐだった、最後。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、次回第202回ですね。また何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。